こちらのロープですね。ロープが、ここら辺で、この箱がね、キューって飛ぶらしいです、ここら辺。開けるんちゃうな、なんか、セットしてるもんね。お店の人が。開けてきた。意外と早いぞ。意外と早い、早い。すごい、すごい、すごい。長いな。カゴの中にお金を入れるらしいですね。で、板をカンカンと叩いてくれる。板を叩く。たった、すごい。今、私の乗せたお金が向こうに行ってます。手動で、持ってきたみたいですね、多分。ここで、カンカンと叩いて、相手にお知らせするみたいです。セットされてる。このまま、おぉ、すごいすごい。これ、大きさ大きいんだから。早いけどな。今、お茶が2個ついてる。うまい。一人分でも2個入ってるお茶が。ここの、団子でございます。今からね、開けていきたいと思います。ここの団子です。めっちゃうまそう。じゃあまずは、私はみたらしが好きなんで、ね、結構たっぷり入ってますね。こんな感じでいただきます。ふわふわでうまい。しかも綺麗な団子だね。渓流を見ながらね、と感じながら団子を食べております。これはごまかな、なんだろう、黒ごまかな。いただきます。黒ごまっぽいね。ごまだね。うまい。いいよ、ついてたから。お茶ついてると50円アップなんですよね。で、あのお持ち帰り、完全お持ち帰りで、あのカゴ使わないんであれば、450円らしいですね。はい、冷たいお茶が入ってます。すいません、あんこ、いただきます。うまい、あんこうまい。さっきね、少し渓谷見てたんですけど、あれが厳美渓っていう渓谷でした。なので結構有名なね、ものなんで、この奥の方にあるんですけど、団子屋さんの今駐車場なんですけど、ここにもね、団子が、食べれる場所があって、厳美渓っていう、渓谷がね、の音を聞きながら、団子が食べれるという感じになっております。いや、ここね、非常にね、おすすめですね。はい、じゃあ続きましてね、岩神社という、神社行きます。なんかね、すごくね、木に囲まれている神社なんですけど、本当に一角だけ木に囲まれていて、ちょっと不思議な感じの神社みたいなので、そこに、行ってみたいと思います。あ、このね、お米のある、ね、田んぼにぽつりとあそこに神社があります。すごいよこれ、生で見た方がいいかもしれない。で、こちらですね、岩神社というところに、来ました。ここは、縁起式内奥州百社内でのなんとか丹沢七社の一とされて、よくわかんないですけど、つまり何の神社かちょっとよくわからないんですけれども、まあちょっといい感じの神社でございます。
ねお子ちゃんね。じゃあちょっと神社散歩していきましょう。なんかすごい変わったあれですね。これなんていうんだっけこれ。狛犬でした。狛犬。狛犬にね、ちょっと狛犬に入っていかないとね。はい。狛犬はちょっとなんか変わった狛犬だね。なんか。狛犬ってこんな感じだっけ。うん。また変わった狛犬でございます。はい。ね。不思議なのが。ここのね、この木ですよ、この木。この木がですね、めっちゃ不思議なのよ。ね。多分ここら辺の木、伐採したのかわかんないですけど、そう、杉の木だね。杉の木に囲まれた神社でございます。はい。すごいよね、これ。遠くから見ると本当に神社が杉の木にがっつり囲まれている神社で、いや夏はいいよこれ、うん、なんか青春を感じる感じがする、うん、神社であんま青春感じたことないんだけど、じゃあちょっとね早速、15円をね入れます。十分に5円があるように。はい、職人下にはないかな。あ、職人行きます。15円。はい、じゃあ行きましょう。よしよしよし。そうですね、お願い事の方を、ね、しました。はい、じゃあ一応ですね、こちらの神社ご利益あるかどうか、一応ですね、お願い事はちょっと2つしてしまいました。すいません、FX が順調に勝てますようにと、あとこの旅が無事終わりますようにという、お願い事でございます。はい、下手したら FX は自分で何とかしました。ありがとうございます。この木はすごいよ。見て、神社に囲まれた木、こんな感じです。いや、初めて見たよ、こんなの。やばいね。こちらの神社、すごいね。ほんと。やばないこれ。ねえ。やばくないこれ。すごいね。ご利益ありますよ、お子ちゃんね。うん、いい感じだと思いますね。違う角度から見るとすごいです。また変わった顔ができております。やばいねこれね、本当に。裏側行くとね、こんな感じになってます。綺麗にね植えたんだね、きっとね。もしくは伐採したのか。この岩も不思議。いい感じですね。うわ。うん。どの角度でも楽しめる神社だな、これ。すごい。こんなところにあるんだね、こういう神社が。まさに雑誌の位置はね、こんな感じですかね。すごいよな、これな。本当に囲まれた感じの神社ものですね。いい感じ。あ、すごいよこのさ、まっすぐな道。やっぱ秋田と岩手、青森はこういうまっすぐな道多いね。うん、こういうやつね、わーってまっすぐになってて、いや、こういうねまっすぐな道は本当にいいよ。直線に、ね、進むだけっていうね、いろんなね、曲がり道ない方がいいですよ。ここだ、左だ。あ、ちょっとね夜で分かんなかったからさ、これ。はい、稲荷穴キャンプ場見つかりました。つうかさ、え、ちょっと待って、このまま行くのこれ。え、ちょっと待って、え、大丈夫これ、行けんのかな。ちょっと確認してくるわ。ちょっとこのまま車行けるかどうかだよな、これ。神社の鳥居がある感じですね。神社鳥居があるんですが、ちょっとなんか嫌な予感しかしないですけど。マジっすか。ちょっと穴確認してきます。ちょっとホラーとツイッター諦めました。ちょっと待って、マジで。ちょっと
穴探し行きますね。大丈夫っすね、このまままっすぐ行けそうっすね。なんか舗装されているあの駐車場がありますね。ここに車はですねあるかどうかなんですけれども、車は1台もございませんと。はい、はい、1台もございません。目の前にですね、目の前が多分駐車場だと思います。近くに右手側にですね、看板が、ありますね。これはねきっと観光スポットの、マップですね。これが目の前が、これキャンプ場なんですかね。ちょっと鳥居はちょっときついな。ここに鳥居があるな。ここでキャンプすんのかな。ちょっと鳥居は怖いな。なんかな、どこでやんのこれキャンプ。ちょっと待って。